逃げ切りたいけど、どうだろうな、ちょっときついかな、今の感じ見ると。もう100とか、攻撃力100とか200とか上げないとちょっときつくなってくるかな。今のところで1920ぐらいだったから、このハンディキャップ背負ってるのやめてほしいよな。ラグってんのちょっと。青がいるね、一体。で下がってこないかな。うわー、槍型か、やだな。なんかリフト開始まであと10秒とかさ、そんな感じで少しインした時間とずらしてくれると弱々 PC にはいいかもしれない。そう、ちょっと雑魚的でゲージが負けてきてるもんな。これはダメだな。なんか重いなーっていう兆候はあったんだけど、まあ一回やり直しますか。53、ここから回復できる？ここから勝てる？これでもなんか袋小路っぽいよな。そうだね。
必要だな。死体がなければ。ちょっときついの。このエリートが弓兵なのも結構凶悪なんだよ今回の。力を貯める必要があるな。いやこれ無理だな。ちょっとこれだけ時間が経っちゃってるとなかなか厳しいね。途中落ちが痛かったね。こうエリートが弓兵なのがちょっとね、フラットスオンアーチャー、そうだね、ここでプラスになってないってのは結構きつい。やめてその遠距離、遠距離多すぎ。そこに1匹残っちゃったか。あーそこに2ブロックいるな。それ全部取ればワンチャンあるかな。こっちにいたか。やめてやめてやめて、痛いこれ。このエリートきつ。よし来たけど、あーちょっときついな。ネバギバ途中落ちだろうとおいら諦めてねえで。おお、ギリギリ。途中落ちちゃった時はもう無理かと思いましたが、なんとかギリギリ間に合った。